天福酒造。左右の蔵や奥の母屋などが登録有形文化財。天福酒造合司会者は佐賀県宮城郡宮城町に本社及び工場を置く日本の醸造業。元六年間創業。2014年11月、木下宗太郎が社長に就任。当時は弟の木下大輔。それぞれ10代目木下武文の長男と次男である。 全服の銘柄で日本酒、焼酎、リキュールを製造、販売している。花工房研究会所属。花工房で特定名称主繕料を醸している。なでしこ、いちご、アベリア、ひまわり、シャクナゲなどから採取、培養した11種類の工房を使用。2016年からは11種に加えてバナナ工房の使用を開始した。 主に特定名称種や木酒を商品としている。とても華やかで香り高く、優しい味わい。花工房にはそれぞれ優雅な香り、味わい深い味、爽快な酸味など個性があり、料理や好みに合わせ選択できる。また銀城酒粕を再利用し、銀城かす取り焼酎の生産も行っている。地産地消も実施しており、地元向けに、地元産の食用米を使って安価で販売している。 古い建物だった蔵を大改修し、築200年、築100年の建物が多数維持、現存する。2013年、母屋、仕込み蔵、煙突など9軒が国の登録有形文化財に登録された。2013年、佐賀県の22世紀に残す佐賀県遺産に登録された。2016年現在、風神像と名付けた仕込み蔵で酒造りが行われている。 風神像は築100年以上。冬には酒造り現場見学や手仕事ギャラリーなどがある個性的な蔵開きを催す。春と秋大使委員会も開催され大勢の客で賑わう。予約すれば1名から酒蔵見学できる。営業日は月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日は店休日。ありがとうございます。